ハレシャツで来ております。劇中の大の声真似をしながら実践。大変っす、大変っす、いただきジャーニーよ。いいね。いや、G1 ならワンチャンできるかな。打ちたいの打ちます。てかこれ245ゲームあってる。シンボリクリセスとか引いちゃえばね、割と天井もそんなに遠くはないし、ここにします。さて、とりあえず今のところプラスで、一箱パンパンに持っておりますので、なんとかこれを増やせたらいいなと思います。245ゲーム回ってますね。オーナーさん、よろしくお願いします。あ、オルフェーブルなのね。あこちゃん声高いよね。まだ昨日とか一昨日とかあんまお酒飲んでないんで、あの声がちょっとクリアな方なんで、今日は割と高い声も頑張れる気がする。これだよ。そんなに高いかな。ワンチャンあるかな、シンバでの出走。あ、ちょっと行き過ぎよ。お、ギリセーフ、いけるね。シンバ出走いけます。 50%これで MB とか引かなきゃ OK。 赤シャッターでお願いします。よし、お、当たったんじゃない。これも次回予告。次回予告、あ、これはできる。ね、あ、まだね、まだね。驚異の走りで奇跡を起こす。これお姉ちゃん、お姉ちゃんだよね。次回激アツ出走、ビシビシ行くわよ、ビシビシ行くわよ。290、あ、まだ、はい、あとも1周目でいけた、ありがてー。次回予告で外れたことはないんで。さあ、なんと一発目のお馬さんで当たりを引き当てました。302ゲームです。ちょっとしか使ってないし、ナイス。ではでは早速。おっ、ってなんか引いている。おー、 MB か。でも30ゲームだけど、まあいい。高っ。だいぶでかい声出しますけど、いいですか。高すぎるな、ちょっと。あれ、まこちゃんの声やってるのって確かまどかですよね。魔法少女まどかマギカのまどかのはずです、確か。で、お姉ちゃんが名前がまどかじゃないですか。だからなんかこんがらがっちゃうんですよ。さっきの MB のおかげでまあまあ枚数はあるんですけど、30ゲームすぐ終わっちゃうんで、何かしら爪痕を残したい。でもな、なんか開始画面もデフォルトだったし、青だし、なんだかとっても 10% しかない気がしている。あ、早い。とっても不安な感じです。最後方から辺りを伺っているオールフェーブル。
かか。あ、でも関係ありの、なんとかなる？ならないか、ボタンが出ない。あー、反発。次走に期待しましょう。はい、一瞬でしたね。90枚です。まあ、ちょっと増えたかな。はい、期待しましょう。期待はできないかもしれない。お、あ、ちょっと待って、出てきた。東海帝王かな。はい、え、あ、ちょ、違う違う違う、え、違った違った、びっくりした。いや、なんか今足見て、あれ靴下履いてないと思って、東海帝王靴下履いてるんですよ、あの白くて下が。でもあれ履いてないと思ったらしっぽりルドルフでした。わあ、これもう、まあ、もうほぼほぼ買ってる、さらに三冠オア伝説シナリオなんで、まあまあ伸ばせちゃいます。びっくらこいた。とりあえず一旦ちょっとモノマネのこと忘れていいですか。シンボリルドルフに集中していいですかね。すいません、失礼します。あんまりなかなか本当出会えない大馬さんなんで。聞いたか、やったな、ワーカーですからね。シンボリルドルフの今真似したいぐらいですけど、ちょっとシンボリルドルフどういう風になるかちょっと分かんないんで、ごめんなさい。どっちかな、三冠かな、伝説かな。一応1対1なんですけど、わからない。確か1対1のはずなんですけど。あ、度胸ゾーンです。まあ、これでもう間違いなくレインボーに行きまして、あ、マックス。あ、もうここで発展しちゃいます。予想です。シンボリルドルフ、完璧な仕上がりですね。はい、勝利は譲らないのではないでしょうか。一気にの大差をつけて、シンボリルドルフ今余裕のゴール。ありがとうございます。185ゲームです。80ゲームスタート。まあいい絵は出てきますよね、そりゃ。全然赤とかね、レインボーとか言っても普通なんですよね。6セット目まで 100% だから7まで行くのか。それまでにちょっと V 揃いとかも決めて、なんとか海外レースにこぎつけたいと思います。あれ、ルドルフが、おお、びっくりした、言ったそばから揃わないまさかの緑も結構外れるんだよな。そう、シンボリルドルフは、海外レースの勝率 30% のはずです。なんで、まあ、海外レース突破もワンチャンある。あ、なんだろう、レア役じゃない。お、強者っぽい。これはチャンス。あー、まこまこ当たったんかな。はいはいはい、上乗せはあるもんね。上乗せ10ゲームからの、うわ、それだけ。あ、わかんないよ。ないないです。キョウチェリー引いて10ゲームだけっていうのがいつもちょっと納得できないんですよ。スイカ、あれ
だよね。追加でカードゾーン。カードゾーン。何枚？あ、6ゲームある。結構多いよ。でも追加なんでちょっとガセの可能性もありますけど、6ゲームでなんとかレベルをいいところまで上げてもらいたいけど、ハズレが多いね。おう、トライアル、あと3ゲーム。さあ、よしよしよし、馬のせい、馬子まで行こう、馬子まで。違う、ラスト。ああ、馬のせいか、ガセの可能性あります。お、集まった、よかった。30ゲームでかい。おそらく三冠だと思うんですよね。あ、緑なんだ。え、ちょっと待って、しかも今リボン着てる。これ赤になってくれたらもう伝説確定です。あるんじゃない？あるでしょこれ。あれ、はい、あ、やった、やった。そうだよね、伝説シナリオ確定で、よかった、海外レースいける。ただまだ500枚しか出ていないことに驚きです。ほうほうほう、いろいろ引き出す。あー、トントン、20もらった。来い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 。ないのか、何もない。どうちゃってこんなに何もしてくんなかったっけ。青背景来た。あ、レイボンね、はい、ここでちゃんと伝説だよってね。あ、まあその前から分かってるんですけど。お、馬の背、馬の背を決め、お、受験深い。全然しょぼかった。馬の背ゲーム数行きます。あー、ギリ1000枚いけるかな。上乗せしたい、1000枚は超えたい。おお、気持ちいい、乗せてくれる。え、乗るよね。あれ、ここって上乗せとかないんだっけ。上乗せとかしたことないかも。ないのか。はい、強制で引いたんですけど、あれは多分レースにもどうにもないし、多分レース中の書き換えはレース中でしか多分してくれないと思うんで、なんだろう、もしクリアしたら次に回るとかかな。はい、とりあえずレース来ちゃいました。 30%シンボリルドルフの力を見せつけます。あー、いやでもだったらレース中に両チェリー引けよって感じですよね。あともうちょっとだったのにな。あー、ダメかな。ああ、広っ。うん、いやーでも完成ない。シンボリルゴルフ大専門賞を制することができるか。できるのか。ああ、 70% を引いたようです。理想に期待しましょう。あれ？でも緑だな。復活とかありそうじゃないですか。めちゃめちゃ偶数資産なんですけど、さっきからこのセリフは。いきます。ない。
全然違かった。いやでもちょっと一周目これ言っていいですか、ちょっと怪しいんで。そっか、まあしょうがないよな、でも 30% だもんね。まあでもギリギリ1000枚いかなかったですね、990枚。中身が下手だったな。おおおおおお、チャンスゾーンです。マコチャレンジ MP 引きましたね、びっくりびっくり。いきます。ここ結構期待度は高いので、お、いいね、チェリーを引いてる。お、レインボーじゃん、当たった、早いやったやった。でも2個とかねゲットできたりもするからまだ気は抜けないな。チェリー引きましょう。マコチャレンジでレインボー初めて見たかもしれないな。あ、シャッターは閉まらない。はい、コスプレ完了。はい、22ゲームです。はい、ということで、引き戻しました。30ゲーム。なんかすぐ終わりそうです。負けちゃいそう。スタートしました。オフリキャッツの位置取りは中段からカーマリオンがオフリキャッツ。でも私の予想だと 80% あるんじゃないかなと思うんですけど。オフリキャッツ先頭残り 200m 押し切れるか。弱いな。カーマリオンクロスオフリキャッツ、どっちか。ダメか。2走に期待します。うわ、単発93枚。信じてんの？信じてない、私は。あ、そうだよね。あ、ブエナビスタか。ブエナビスタこそマジで温泉ゾーンで MB 引きたいです。温泉ゾーンだけ行きます。あ、上がりました。はい、ということで G1 ダービークラブも割とシンボリルドルフィー引いてやり尽くしたので、ここで終了したいと思います。1833。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。いやいやいや、今日はね、番長3と、ホス番長3と G1 ダービークラブ初代、打たせていただきまして、快勝でございます。投資が総投資1万2000円で、回収が1833枚ということで、プラス1281枚です。いや、今日は上手でしたでしょ、番長3。すごい番長3上手になってるんですよ、最近。そしてあの G1 でもね、シンボリルドルフさん出てきてくれて、まあ残念ながら海外レースはちょっとクリアできなかったんですが、まあ1000枚くらい出してね、うまく勝てたかなと思っております。ありがとうございました。楽しかったな。いや全然モノマネ、いやマジでモノマネもうなんか最後の方とかも全然してないし、もうだから本当あのクオリティなんですよ、私の。だからそのすごくドヘタとかパッとしてない感じだし、ドヘタでもないし、めっちゃ似てもいないしみたいな、なんかすごい中途半端な感じなんで普段やらないんです。絶対モノマネのおかげではないですね。
はい、強いて言えばもう枯れシャツかな、どっちかっていうと。これ着てるときそんな前も負けてなかったし、そこまで確かにこれかもしれないですね、はい、いやそれはちょっと違くないですか。次回はあの普通の服で着たいなと思ってますんで、はい、ということで罰ゲームが2個あったみたいなテンションでしたけど、私的には、まあ、無事にプラスになってよかったかなと思います。また次回ですね、はい、どんな無茶ぶりが来るのかな。ソフトめなやりやすいようなやつを皆さんなんかコメントとかに書いていただけたらそれが採用されるかもしれないので、こういう無茶ぶりみたいですとかっていうのあったら書いてもらえると嬉しいです。番組の方もチャンネル登録、そしていいね評価よろしくお願いしますということで、本日はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。